こんばんは、エテポンゲです。実は今日ね、仕事終わってから J とあとアザヤローと、まあ、もう一人ね、職場の人間と、一緒にね、朝練をねしたんですよ。その野球の、でそれをね、まあ今日家帰って編集してアップしようとね、思ってねやってたんですが、なんかよくわかんない感じになって、その SD カードをさ、まあ結論から言うと、まあ、データ壊れちゃったっていうね、結論から言うとデータ壊れました。なのでこの動画をアップします。一応今ね、コンビニに向かっている途中なので、はい、その代わりの、本当ね、今日ね、だからそのエテの、剛速球とか、エテの剛速球とかさ、あとエテのエテポンゲによる変化球講座なりをさやってたんだけど、あとサッカーボールが落ちてさ、ちょっと J と、まあ、本気のサッカーのやり取りとかあって、なかなか面白かったんだけどね。まあ残念ながらその動画は上がることはありませんっていう話。もうね、あるあるだよね、多分ね、こんな、まあ、エテのしょうもないね、そんなしょうもない動画よりもっと企画めいた人の動画でデータ飛んじゃったみたいな、あると思うわ、そっちの方がよっぽど大変だと思うし、ショックもでかいだろうね。まあ、エテのね、今日のね、やつは別に、いつもの、今日のセカンドチャンネル的なね、ゆるいノリのね、動画を撮ろうと思ってたので、またね、なんか撮れればいいかな、ってな感じです。てなわけでね、もう、これをアップしたら寝ます。はい、動画のなんか失敗したらこういう感じの動画を上げることになると思うんでね、よろしくお願いします。ほな。